いいね。うぞうむぞうが、俺は一生この黄色で遊ばしてもらいまんで。あ、やる、あ、やる、あ、あ、なんで、なんでちょっと待ってよ。なんでこうなるんだよ。おい、みなさん、こんにちは。私の名前は K4SEN と書いて河川と言います。私の職業は俗に言う YouTuber です。ですが皆さんの知っている YouTuber とは少しかけ離れていると思います。バイクの音みたいな挨拶から始まるあの人や、どう見ても社長の顔じゃない人、フレンチクルーラー、名前の割に全然釣りの動画を上げない集団など、いわゆるトップ YouTuber とはちょっと違います。私のチャンネル登録者数は19万人。主にゲーム実況の動画を投稿していて、1ヶ月の動画再生数は140万回です。これでだいたい YouTuber の中で2000番目、2000位ぐらいの位置にいます。私はおそらく YouTuber の LINE になると思います。この LINE っていうのは YouTube だけで生活していける LINE のことですね。日本には YouTube のチャンネルが62万チャンネルあると言われています。そのうち生活できるのが2000人、つまりめちゃめちゃ単純な計算ですけど、 YouTuber になれる確率は 0.3% ということになります。まあ、ちなみにプロサッカー選手が 0.26% と言われているので、私はサッカーで言うと J3 のベンチを温めているぐらいですかね。YouTuber になるにはどうすればいいですかとよく聞かれます。YouTuber になるのに資格や免許はいりません。通知表をマックスで埋める必要も、 50m 走を6秒で走る必要もありません。でもそれは逆に、こうすれば YouTuber になれるという絶対がどこにもないということになります。むちゃくちゃ難しい国家試験をくぐり抜ければ弁護士になれるとかいうように、 YouTuber 試験なんてものがありません。私は気づいたら YouTuber になっていました。初めは10年ほど前、ニコニコ動画知ってる？友達に見せるために動画をニコニコにアップしていました。コールオブデューティーというちょっと物騒なゲームをやっていたんですが、そこでたまたま日本でまだちょっとの人しか見つけていない隠し装備を見つけました。その隠し装備をアンロックする難しい条件を達成するために、どうやれば効率的に進めることができるのかという動画を投稿すると、全体のランキングに乗るほど動画がいっぱい見られました。この時、自分が面白い楽しいと思うものをみんなと共有することの大切さを知りました。そしてそれから2年ほど経った日、 YouTube にも動画を上げてみることにしました。この頃は YouTuber なんてものはなくて、ただ単純に綺麗な画質で動画を上げれるからニコニコがという理由でアップロードしました。私はその時皆さんと同じくごく普通の学生でした。学校で勉強して部活して、家に帰ったらお母さんのご飯を食べて、動画を作って投稿して寝る。そして朝になったら動画を楽しんでくれた人たちの反応を見て、また元気に学校に行っていました。ある日 YouTube に動画を上げるとお金がもらえるぞということを知り、まさかなと思いつつも、申請をしてみました。いろいろめんどくさい書類とかもあったんですけど、書類してみると1ヶ月後に1万円銀行口座に入りました。皆さん、いきなり1万円もらったらめちゃめちゃ嬉しいですよね。私は動画を作るのに必要な機材にその1万円お金を使いました。するともっといい動画が作れるようになりました。次は2万円お金が入るようになりました。また必要な機材を買いました。もっといい動画が作れるようになりました。するとまたお金が入りました。気づいたら私は YouTube だけで生活できるくらい環境が整っていました。つまりたまたまなんですね。ラッキーYouTube で成功してる人の何人かはよく言うんですけど、 YouTuber になるにはもちろんその人の魅力っていうのはとても大事なことです。面白い人、いろんなこと知ってる人、
魅力っていうのはとても必要なんですけど、それだけではなくて確実に運が必要だと思います。私もそう思います。いろんな人が言うように運が必要だと思います。人生において運ゲーっていうのはめちゃめちゃクソゲーです。先生やお父さんお母さんがこうした方がいいよ、ああした方がいいよ、すごい言ってくると思います。これは全部運ゲーじゃないことを言ってくれてると思います。自分よりも何十年も多く生きてきた経験があるから、みんながどうすれば確実な方法で運ゲーじゃなくて幸せになれるのかっていうことを助言してくれているんです。だからもし YouTuber になりたいという人がこの中にいたら、どっちもやってみてください。運が良かったら YouTuber になれるぐらいがちょうどいいと思います。勉強して運動して努力して、そして YouTube にも動画を上げてみてください。でもここまでの話だと YouTuber ちょっと無理ゲーすぎんと思う人も多いかなと思うんですが、最後にですね、すごい短いんですけど私から少しでも YouTuber になれる確率が上がりそうな、今からでもできる、やっておいた方がいいこと紹介したいと思います。これはですね、 YouTuber になろうがなれまいが、もうやっといて損ないんで、ちょっと聞いてくださいそれはいろんなことを経験する、体験することです。 YouTube というのは自分が今まで経験してきたものだったり得てきたもの、 YouTube を通じて他の人にそれを伝えるところです。それはもう美容なのか健康なのか言語なのかゲームなのか、それとも面白かったアニメとか映画とか旅行とか、もうお母さんが揚げた唐揚げうまかったとか、もうセブンのシュークリームうまかったとか、もう何でもいろんな人に伝えることができます。 YouTube っていうのは、まあ、自分が持っていないものを探しに来る人っていうのがとても多いです。ゲームが上手い人を見に来る人っていうのは、自分にないゲームの経験を得るために見に来ます。ゲームに限らず皆さんそういうこと YouTube で調べたことあるんじゃないですかね。上手い人見てると、ああこうやってやるんだみたいなことを学べると思います、 YouTube の動画で。だから今のうちに引き出しをいっぱい広げておくといいと思います。何か新しいことを始めてみるっていうのはすごい勇気がいると思います。絵が描けたらいいなとか、ピアノ弾けたらいいなとか、そう思ったらもう無理やりでもいいんで始めてみてください。そしてこの引き出しを広げるというのに最も効率がいい方法っていうのが、皆さんのやっている通り学校の勉強をちゃんとやるということです。今皆さんが学校で勉強していることっていうのは、人間が何千年もかけて培ってきた大事な経験っていうのをどうすれば効率的にみんなに共有できるのかな、知ってもらえるのかなっていうことを、いろんな人たちが頑張って作ってきたものなんです。そうしていろんな経験を積んでいくと、いろいろな選択肢を持つことができます。もし YouTuber になれなくても、 YouTuber よりなりたいものが後から見つかっても、美容師でも医者でも通訳でもプログラマー映画監督オタクパイロット唐揚げセブの店長、何でもなることができます。だからいろいろなことに首を突っ込んでみてください。非常に長い校長先生みたいな、校長先生すいません、長い話を聞いてくれてありがとうございました。この動画が面白かったですね、チャンネル登録高評価必要ないので、普段からみんなにいろんな経験を積ませてくれているお父さんとお母さん、そして先生にいいねしてあげてください。ありがとうございました。